大海神宮前駅と渡り線折り返し町中の600系車両大海神宮前駅は、滋賀県大津市西寄り2丁目にある、京阪電気鉄道石山坂本線の駅。駅番号は、OT16。石山坂本線の車両基地である、西寄車庫が近接しており、石山坂本線の中核駅の一つと言える。駅名は、大海神宮前であるが、大海神宮へは、 徒歩で10分程度である。実際の大見神宮の前の踏切には、駅はない。相対式2面2線のホームを持つ、地平駅である。駅舎はなく、上下線とも、直接ホームに入る形となっている。坂本比叡山口方面行きのホームは、出入り口が2カ所あり、IC カードリーダーも2組設置されている。駅の東側に、大津列車区があり、 列車到着時には、その都度そこから、ステーションスタッフが、ホームに向かい、改め修札を実施する。その都合で、職員専用の校内踏切も存在する。ピタッパ利用時には専用のカードリーダーにかざして、出入りする。ホーム有効庁は2両。乗り場番号は設定されていない。引上線が設けられていないため、石山寺駅発は当たり駅で折り返し、 石山寺駅となる列車、および石山寺駅発当たり駅で、西木寄り車庫へ入庫する列車の折り返しは、下り本線上で行い、渡り線を経由して石山寺方面行きホームに入線する。西木寄り車庫へ入庫する列車は、石山寺方面行きホームにて、再度折り返す。また、校内の配線の都合上、西木寄り車庫を出庫して、 当駅始発となる坂本比叡山口行き列車は、通常とは、反対側の石山寺方面行きホームから発車する。ありがとうございます。